代表的なイオン液体の一つ、ヘキサフルオロリン酸1ブチルマイナス3、メチルイミダゾリウムの構造イオン液体は、科学において液体で存在する縁を言う。かつては、イオン性液体、低油点溶油樹などとも呼ばれた。塩に代表される、無機塩は、小さなイオンから構成されており、イオン間の静電相互作用が非常に大きいため、常温下では個体であり、 これを液体化するには摂取800度以上に加熱する必要がある。しかし塩を構成する無気温よりも大きいある種の有機温に置換した場合、融点が低くなり室温付近でも液体状態で存在するようになることがある。イオン液体の発見はパウル・バルデンが1914年に発見した融点12度の硝酸エチルアンモニウムに遡るが当時はほとんど注目されなかった。 1950年代には存在が認知され研究が行われたが安定性に優れるユ機イオンの開発に至らず一時お蔵入りとなっていた1990年代に入ってから電解質の新材料探索において訴状に乗ったこともあり再び技術開発が進んだ近年では多様な用途に適用できる可能性が着目され大学や企業などによる研究が活発化し 豊富なサンプル提供も行われている。量産化技術の確立も進み、夢の新材料としての評価が高まりつつある。また、イオン液体は、通常の液体が乱雑な分子位置に散らばっているのに、対し、成分イオンが配列している、ナノ構造体であるとの見解が指摘されており、構造分析の研究が進んでいる。イオン液体であるとみなされるためには、 ある程度有点が低くなければならない。具体的な有点の値は任意だが、摂氏100度以下、あるいは摂氏150度以下のものが、イオン液体と呼ばれる。特に室温、常圧で液体状態のものを指す場合は、常温イオン液体と呼ばれる。有点が低い塩という意味で、常温溶融塩という呼称も一般的に用いられる。日本語訳については従来は、 イオン性液体と呼ばれていたが、アイニックの大役をイオン性としている学術用語があまりないことや、定義上の整合性からイオン液体と呼ばれるようになった。基本的に、ヒイオンの種類で、ピリジン系、シカ族属アミン系、脂肪属アミン系の3つに対別される。これに組み合わせる影イオンの種類を選択することで、多様な構造を合成できる。用いられるイオンには、 イミダゾリウム塩類、ピリジニウム塩類などのアンボニウム系、ホスホニウム系イオン、無系イオンなど、影イオンの採用例としては、中華物イオンや、トリフラートなどのハロゲン系、テトラフェニルボレートなどのホウ素系、ヘキサフルオロホスフェートなどのリン系などがある。イオン液体の用途として、最も期待されている分野は電解質である。コンデンサーや、リチウムイオン電池などから、 燃料電池や太陽電池などの開発を促進する素材として注目されている。スーパーコンピューター、K を用いた第一原理分子動力学計算による解析の結果、ハイドレートメルトは、すべての水分子がリチウムイオンに配位した状態で液体となる、一般的な水溶液では取り得ない溶液構造により、比類な気候電圧耐性と優れたリチウムイオン輸送特性を備えるため、 リチウムイオン電池用の電解液として適用可能であることが示された。また、環境負荷が低い溶媒として、メッキ用途や高い耐熱性から様々な反応溶媒としても期待される。また、潤滑剤としては宇宙開発分野など特殊な環境下での利用も検討されるなど、多くの分野でその可能性が期待されている。2014年6月20日に打ち上げられたほどヨシ4号には、 次世代宇宙システム技術研究組合によって開発された MIPS というイオンエンジンの電源として宇宙空間において世界初となるイオン液体リチウム二次電池が搭載された。近年、油資源の枯渇や環境への影響から油資源に変わる際、可能資源としてバイオマス乗りが注されている。 様々なバイオマスの中でも植物の細胞壁の主成分の一つであるセルロースが非可食性バイオマスとして注目されている。セルロースはトウモロコシなどのか性バイオマスと違い量として利できないため量産との競合が起こらないことがきなメリットである。セルロースのとにバイオ燃料が上げられる。しかしその一方でセルロースは 分子同士の水素結合力が強く溶解することが難しい。そのため、セルロースから燃料への生、科学的、化学的な変換が困難である。さらにセルロースは、繊維や膜などの際、可能材料として成形して使うことができる。セルロースを成形するためには、土溶解した後に積出させる必要がある。この時蒸気と同様に、 セルロースを溶解する困難さが問題となる。蒸気の問題を解決する理想的な溶媒の図としてイオン液体が提案されている。初めてイオン液体でセルロースを溶解した例は1934年のグレイネイカーの特許まで遡る。しかしその後、2002年にロジャースらが再発し、学術論として報告するまで、その事実は度忘れ去られていた。 ロジャースらの論の後の発展は、すさまじく様々なイオン液体が開発された。現在では、常温以下の温和な条件でセルロースを、やや的迅速に溶解する、優れた溶媒として認知されている。他の溶媒では、温や pH など過れな条件が必要であり、イオン液体を、利することで、溶解のエネルギーコストを抑えられることや分量の低下が抑えられることが、 好がメリットとして挙げられる。1アリルマイナス3、メサリマダスオリアムクロリドによるセルロース溶解メカニズム、ミムはイオン液体のカチオン、CL はアニオンを表す。セルロースは分子同士の水素結合が強く溶解が困難である。そのため、イオン液体のカチオンやアニオンが相互作用することにより、セルロース分子間の水素結合を乱し、溶解することができる。 イオン液体とセルロースの間の最も強い相互作用はイオン液体のアニオンとセルロースの大きとの間に生じる水素結合である。このアニオンの水素結合力は水素結合需要能としておよそ定義することができ代表的な値はキャンレットタフトパラメーターの β 値として測定することができる。アニオンの高い水素結合需要能が セルロース溶解に重要であると述べた通り、約0.8以上の米たちを持つイオン液体がセルロースを溶解できる。一方、カチオンも相対的に弱く水素結合していると思われるが、その器用は小さいと思われる。カチオンはアニオンによって引き剥がされたセルロース分子差の間に入り込み、セルロース分子差同士の水素結合の再形成を阻害しているという報告もある。 しかし、セルロースの溶解メカニズムは、まだ明らかになっていない部分もある。1エチルマイナス3メサリマダソリアムの構造蒸気メカニズムの通り、イオン液体のセルロース溶解能は、イオン液体のアニオンとカチオンの構造に依存する。適したアニオンは、素結合需要能がい,いものである。適したカチオンは、イオンサイズが、ややまとさく、平らな構造をとるものである。 イオン液体のセルロースの溶解能はアニオンの水素結合需要能の強さに依存しているが最近の研究ではアニオンだけでなくカチオンの構造が溶解に関係していることやカチオンの種類が再生セルロースの物性に影響していることも報告されている今後はセルロースを再生可能な資源としてより効率よく利用していくために溶解のしやすさだけでなく生成しやすく 扱いやすいイオン液体の発見と新たな生成方法などが研究されていくことが予想される。イオン液体はその種類の豊富さから毒性についてはまだはっきりとは分かっていない部分も多いが少しずつ明らかになってきている。イオン液体の毒性はその4構造に応じて変化し殺菌剤として利用できるほど毒性が高いものからエタノールや ジメチルスルホキシドなどの有機溶媒よりも毒性が低いものも報告されている。イオン液体が細胞に対して毒性を示す主因の一つとしては、イオン液体による細胞膜の破壊が提唱されている。細胞膜破壊に大きく関わるのは、イオン液体の価値音の静電化とその価値音のアルキルサチョウである。MD シミュレーションにより、以下の分子メカニズムが提示されている。 静電相互作用によって、イオン液体のカチオンが細胞膜の臨死室のアニオン部位に引き寄せられた後、そのカチオンのあるキるさが細胞膜の臨死室の疎水部と疎水性相互作用することによって膜に入り込む。最終的にカチオンが細胞膜に蓄積することで細胞膜が破壊される。このメカニズムから、 カチオンのアルキル差が長ければ長いほど細胞膜に蓄積されやすく、毒性を発揮しやすい。ラクトボシリアス・ラムナサスなどの乳酸生成菌や、バイブロフィッシャー、エシャーキア・コライ、ピーチア・パストーレス、バシラス・セレウスなどに対する毒性が調べられている。いずれも、蒸気のメカニズム通り、イオン液体のカチオンのアルキル差が長いほど指数、関数的に毒性が増す傾向が見られている。 エシャーキア古来に対して、イオン液体と有機溶媒の毒性比較も実施されており、いくつかの代表的な値を記す。例えば、1チチルマイナス3、メサリマダソーリアムテトラフローロボレートが強く毒性を示す濃度は 35000mgL、L、1ヘキシルマイナス3メサリマダソーリアムビシミでの EC50 は 150mgL であり、 イオン液体種ごとの毒性は大きく異なった。その一方で、有機を倍においても EC50 は様々であり、一概にどちらが高いということはできない。以上のことより、イオン液体の毒性は多様であり、用途に適した4構造を選択することが重要である。動物実験においても価値ンのあるキるさの長さが重要であることが知られている。 炭水酸有配類巻き貝であるフィッサーキュタへの毒性は、イミダゾリウムやピリジニウムといったカチオンの種類に、かかわらず、アルキルさの炭素数が長いほど毒性が高いことが報告されている。例えば、1アルキルマイナス3メチルイミダゾリウムブロマイドにおいて、アルキル元の炭素数が4の時の半数が致死する、濃度は2 2 9ラム L6 の時の LC50 は5 6ラム。 L8 の時の LC50 は8ラム l であった。ゼブラフィッシュへの曝露実験では、ミューング100もしくはミューング130と呼ばれるアンモニウム系、イオン液体の LC50 値は1 0 0ラム l 以上であった。その一方で、1 0ラム l の添加であっても平行間隔の損失、運動量が減るといった結果が報告されている。c 4 m m c l を用いたラットへの 蛍光投与による毒性評価実験が行われている 175mgkg の4液体を蛍光投与し2週間での様子を観察した体重増加以外の健康状態に影響は観察されなかったその一方で濃度を 550mgkg にすると4匹中1匹のラットの死亡が確認されたが残りの3匹は健康であったそこで 2000mg キログラムの C4MAMCL を投与したところ活動低下や姿勢異常などと共に残り3匹のラットは1日以内に死亡した。上流水もしくは N、N ジメチルフォルムアミドに溶解した 2000mg、キログラムの C4MAMCL をラットの背中に塗布することで皮膚への毒性についても評価されている。 水で溶解した場合、1から3日目までは、後半や不死といった皮膚症状が観察されたが、14日の間、すべてのラットが生き残り、健康状態も良好であった。DMF で溶解した場合、5匹中2匹のオスが死亡し、5匹中5匹のメスが死亡した。また生き残ったオスにも、自発運動の抑制や、便量の減少といった症状が見られた。 生物由来の構造を持つコリンカチオンと、酢酸アニオンもしくはアミノ酸アニオンを持つイオン液体は、比較的低毒性であると言われている。また、コリン酢酸塩が、大腸菌の代謝を阻害する一方で、カチオンとアニオンを共有結合でつないだ、ツビタイオン型のイオン液体は、代謝を阻害せず、非常に低毒性であることが報告されている。このイオン液体は、 低毒性な有機溶媒として知られているジメチルスルホキシドよりも低毒性であることが分かっている。イオン液体の生分解性の研究は環境中へのイオン液体の蓄い差を低減するために不可欠である。生分解性が高ければ人や動物に対するイオン液体への中長期曝露量を低減できる。一般的なイミガゾリウム系やピリジニウム系といった イオン液体では迅速な生分解は起こらない。その一方で、例えば28日間など中期では生分解性を示すことがわかっている。イオン液体の生分解性については、カチオンとアニオンのどちらともが重要であり、どちらか一方が変わるだけでも生分解性が変化する。面白いことに CL アニオンから BR アニオンに変化させるだけで生分解性が向上する場合も報告されている。 近年は高い生分解性を期待して天然由来成分のイオン液体を利用することも注目されている。イオン液体に関する情報が専門家によって書かれているイオン液体研究会発行の雑誌。専門家による多くの情報を無料で得ることができる。オンライン版のみで2013年より年2回発行。時により掲載内容は異なるが特集テーマ記事。 研究会開催報告、関連学会参加報告、留学体験期、研究室紹介、関連学会の予定などからなる、イオニ液体研究会のページより閲覧することができる。ありがとうございます。